あ、よっしゃ、かっけっけ、ああ、腹減った。なんか食うもんねえかな。腹が、あ、出た出た。け、腹が出た、嫁の肉付きの板、俺の女綺麗なお花あ飲み屋の姉ちゃんにプレゼントおお浮いたチェッなんだどうなってんのうれっ生きてるやつは趣味じゃねえどけうれ花が浮いてるああこういうところにはうまそうなのがいるはずなんだけどな。よいしょ。他探すか。へっ。へぇ、てってれ。あ？なんだ？お？え？おらら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 。そこのお前。ん？なんだだ？お前だ！見えてる？いつまでこんなところでうろうろしている。え？ここはもう。お前のいるべき場所ではない。え？死んで現世をさまよう魂よ。私が速やかに導いてやる。あんた何者だ？私は朽木ルキア。死神だ。死神！地獄に行きたくねえ！でで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 。案ずるな。お前が行くのは地獄ではない。ソウルソサエティだ。ソウルソサエティ？人間が霊界と呼ぶところだ。我々死神の仕事は、お前のような浮遊霊をソウルソサイティへ送ることだ。ああ、ガチャガチャ、この世が好きなんだよ。まだまだやりたいことあんだよ。現世をフラフラしてると、ホローの餌食になるぞ。ホロー？ホローは生きるもの、死んだものを区別なく襲い魂を食らう、いわゆる悪霊だ。それってこんなやつか！まさか浮遊霊に化けたホローとはな。死神の魂にありつけるとはグルメ泣かせな晩御飯じゃねえか。本当アラスカしたかやったぜ。卑怯な連中だ。誰が仲間はいないなんて言った？たく死神は単純だぜ。俺が一人で相手したら敵が一人しかいないとすぐに思い込みやがる。死神狩りの犯人はお前たちか。うちゃ改めていただきます。ありがとう。おれ観念しろ。うわらららら。イチゴ待たしちまったな。ルキア大丈夫か？お前の手を借りるまでもない。相変わらず減らず口だな。なんだお前も死神か？正確には死神代行だ。代行？代行ってなんだよ。おっ死神に代わってこの町を守る人間ってことだ。人間？なんで人間が死神なんだよ。どうなってんだおい。これどうなってんだおい。あーもうごちゃ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 うるせえんだよ。とにかく俺がこのカラクラ町を守る死神代行黒崎一護だ。この町や大事な仲間を傷つける奴は俺が許さる。おう助走でこいつらまとめて食っちまえ。ほとばしるこの想い自分を貫く強さで未来を引き寄せろ。刃に映るのは覚悟を知る光。天地の裂け目をえぐりどこまでも行けるぜ。 Yeah.
地で空を前繋がっていく絆ダイビングハート誰にも譲れねえ守るべきもののイチゴ片付いたみたいだな。ああだが一匹逃してしまったようだ。あどうした。まったくまた誰かが蹴飛ばしやがった。誰かの供養のようだな。まあ詳しくは知らねえんだが先月火事があったみたいだな。ここにあった孤児院が燃えちまって子供とか随分。あのホローたちはこの辺りをさまよう魂を狙っていたのか。かもな。俺も気になって時々見に来てんだが皆ホローに襲われず無事に成仏してればよいが。ところでお前が現世に来たってことは何かあったのか。ああ今回は犯人探しだ。死神狩りのな。死神狩り。私の絵で分かりやすく説明してやろう。2週間ほど前のことだ。現世で怪しい霊圧がキャッチされた。そこで担当地区の死神が現場に向かったんだが何者かに惨殺されてしまったのだ。そしてその後も現世に駐屯する死神が次々と惨殺され、いずれも犯人は不明だが切られた跡が似ていることから犯人は同一人物と推測され。ああもう分かりにくい。なんだこんな簡単な説明もわからないのか。じゃなくてお前の絵のせいでかえって分かりづらくなってんだよ。私の絵が分かりづらい。だいたいお前の絵には緊張感ってもんがなさすぎんだよ。今みたいなシリアスな説明には絶対合わねえだろ。まったくお前のセンスはまるで理解できん。はあ？理解できないのはお前のセンスの方だ。ほ？ほってお前な。たく相変わらずだなてめえらは。レンジ、お前も来てたのか。ああうちの隊に赤い月の調査命令が下ってな。赤い月なあ、それってもしかしてあれのことか。おお、てめえも気づいてたか。あんなんが空に浮かんでりゃ普通気づくだろ。でも普通の人間には見えねえみたいだけど。正体は分かったのか。いや今分かってんのはあいつが少しずつ大きさを増し今も成長してるってことだけだ。成長？生きてるのかあれは。詳しいことはこれからだ。ただ一連の死神狩りと何か関係があるかもしれねえ。これぐらいも気をつけろよ。お前もな。心配すんな。俺が来たからには事件はすぐに片がつく。お前が片付けられないようにせいぜい気をつけろよ。てめえこそ死神代行なら代行らしく俺たちの代わりに雑魚どもの相手をよろしく頼むぜ。あいた。てめえ何すんだよ。おっとすまねえザ・ビーマル・ヤマト・ケイ。今日遊んでる暇はねえんだ。こいつの機嫌がちょいと悪いみてえだ。最近暴れたりねえもんで同情するぜザ・ビーマルさんよ。残白刀と対話できねえんじゃ体調も苦労するぜ。お前は死神失格だな。ザビマルはデリケートなんだ。お前の出刃包丁と違ってな。出刃包丁じゃねえ残月だ。ったくどんなセンスしてりゃそんなバカでけえもんができんだよ。同情するぜ残月さんよ。そんな不格好な残白刀じゃ恥さらしそのものだぜ。お前は代行失格だな。挽回すればスマートなんだ。お前のノコギリ刀と違ってな。ノコギリじゃねえサビマルは蛇だ。猿の体に蛇の尻尾。ああそうかそうかそうか。お前は猿回しで蛇使いだったな。ってことは死神をクビになっても食いパグレはなさそうだな。てめえこそにわか死神なんかさっさとやめて料理教室でも開いたらどうだ。はあ
ポロポポポポポポロポポポポポポロポポ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 ポ、はい、今日の料理はキャベツの千切りです。千切りには手羽包丁が一番。ほら、こうやんのいいか。はい、どん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 。お前こそそのノコギリ刀で大工でもやったらどうだ。ギーコー、目はどん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 やってりゃいいんだよ。ギーコー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 ギー。いつまでじゃれておるのだ。じゃれてねえよ。あ、とにかく俺の足だけは引っ張んじゃねえぞ。終わったろ。ちょ、待てよ、レジ。あの野郎。というわけで、しばらく現世にいることになった。我々のことは気にせず、お前は学業にでも励め。待てよ。死神狩りの犯人を探すなら俺も行くぜ。お前に命令は出ていない。だからって、お前らが狙われてるってのにほっとくわけにはいかねえだろ。しかし、細けえ理屈はいらねえ。俺は仲間が危険にさらされてるの黙ってヘラヘラ見てられるタチじゃねえんだよ。なんだよ。いや、前にもこんなことがあったなぁと思い出しただけだ。は？以前、力を持つ覚悟があるかと問うたとき、お前はこう答えた。覚悟とかあんなもん知るか。俺は助けてえと思ったから助ける。確かに覚悟なんかしてねえけど、受けた恩を忘れてヘラヘラしてるほどクズでもねえんだ。俺そんなこと言ったっけ。覚えてないのか。私はその言葉でお前を信じ、代行を託す決意を固めたのだ。ああ、悪いな。そういう細けえことはいちいち覚えてねえんだ。お前に代行を託したのは私の間違いだったか。でもあの日のことはしっかり覚えてるぜ。あの日？お前と出会った日だ。あの日は俺が死神の力を手に入れた日だからな。あの時俺はまだ普通の高校生だった。ああ、もっとも霊感が異常に強くて普通とは言い切れなかったけど、少なくともホローと戦えるような力はなかった。お兄ちゃん、早く逃げて。俺の家族がホローに襲われたのは俺のせいだった。奴の狙いは霊感の強い、つまり高い霊圧を持つこの俺だった。ここは任せて逃げろ。もちろん俺も戦おうとしたけど、俺には誰かを守ることも自分のことを守ることさえできなかった。俺のせいでみんな死んじまう。俺は何も守れない自分の力のなさを心の底から嘆いた。その時だった。家族を助けたいか。ならば一つだけ方法がある。いや、正確には一つしかない。貴様が死神になるのだ。お前がこの残白刀を胸に突き当て、私が力を注ぎ込む。そうすれば貴様は死神の力を得て、ホローと互角に戦うことができる。成功率は低いし、失敗すりゃ死ぬけど、それでも俺には絶対に守りてえもんが、守んなきゃいけねえもんがあった。この力をもらったから、俺は家族を守ることができた。だから、ルキア、俺はお前に。どうした？改まって。いや、なんていうか、その。そうか。本気で私の下につきたいというのだな。は？うむ。改めて弟子入りしたいというなら大いに歓迎しよう。いやいやいや、お前はあくまで死神代行だからな。よかろう、私の補佐として改めて弟子入りすることを認めてやろう。なるきゃ、弟子である以上そういうことじゃない。勝手な行動は許さんぞ。いや、勝手な行動って、まずついてこい。俺がいて、ついてこい、ついてこい。お前ちょっと待て、おい、ルキア。
く。どうだ。月の周りに結界が張られている。簡単には近づけない。しかし奴の正体を調べるにはもっと接近せねば。皆の霊圧を集めて結界を突破する。行くぞ。浴びるがいい。飲み干せ。なんだよこいつは。わかりません。ただかなり高い霊圧であることは確かです。みんなあの男に。おめえたちは聞いとろ。てめえか、死神狩りの犯人は。黙ってるってことは当たりだな。調査の邪魔したってことは、あいつも何か関係。おたくせっかちの野郎だぜ。だが、せっかちは俺も同じだ。止めろ、サビマル。おい。今までのやつとは少し違うようだな。俺は六番隊副隊長アバライレンジ。他の連中みてえに簡単に枯れると思ったら大間違いだぜ。死神狩りの犯人さんよ。こっちが名乗ったんだ。こっちも名前くらい名乗っ。うわっ。いつまでも死神狩りの犯人さんじゃ呼びにくくてしょうがねえ。俺はイルマ。じゃあイルマよ。僕はおとなしく。おお、ああ、ああ、人の話を聞け。まったく本当にせっかちな野郎だぜ。おら、どこを狙ってる。俺を甘く見んじゃねえぞ。さあ、イルマよ、一緒に来てもらおうか。なに。飲み干せ。お前のような強い死神を待っていた。満足したか。あ、なんだその刀は。まだ立ち上がれるのか。それが副隊長とやらの力か。分かって、最後の一滴まで飲ませてやる。うわっ、うわっ、挽回。大丈夫か。ああ、気をつけろ。あいつ変な刀持ちやがる。レンジ、ルキア、レンジを頼む。うわっ、あっ、うれ。相手なら俺がするぜ。うれ、うれ、
高速移動か。やるじゃねえか。お前も強い力を持ってるよ。分かってる。こいつのも。あれ。こうなったら。フォローの力。大丈夫か。なんとかね。ただの死神じゃなさそうだな。お前こそただもんじゃねえみてえだな。うれ、なんだ。ヤツの強力な霊圧にフォローが引き寄せられてきたのだ。今日はここまでか。待て。あの男、フォローを操れるのか。誰にも俺の邪魔はさせん。皮肉な運命は月の満ち欠けのように姿を変え気まぐれに人の心もてあそぶ脈打つ心臓はゆっくりと溶け出し致命傷になるだろう。狂おしく味わうがいい。断末魔の苦しみを歯車を回すのだ。天地を唾はじけ甘く香り立つ慟哭の雨。赤く染まりゆく月の光。瞳が欲するは揺れの森。悪魔に身を打った顔のない天使たちの笑い声で目を覚ます。その快感に酔いしれる。さびるほど飲むがいい。突き立て吸い上げろ。途切れた未来を取り戻すのだ。全てはここから始まるから。瞳が欲するは揺れの森。与えられたこの力手に入らないものなど何もない。以上が死神狩りの首謀者と目されるイルマという男の情報です。その後イルマは姿を消し、現在の行方は分かっておりません。朽木ルキア、報告ご苦労であった。敵は五帝十三隊六番隊副隊長
あばらい連時に瀕死の重傷を負わせるほどの手だれである。よって現世には改めて隊長クラスの石棺を派遣する。10番隊隊長室賀谷藤四郎、6番隊隊長朽木白夜、入間討伐隊の指揮は室賀谷藤四郎、お主が取れ。はっ。朽木白夜は戦線を離れたあばらい連時に代わり、引き続き赤い月を調査せよ。恐れながら総隊長殿。なんじゃ。赤い月と入間に因果関係があるとすれば、何らかの妨害が予想されます。6番隊には支援部隊が必要かと。その必要はない。ですが先の調査で6番隊には甚大な被害が。一般大使が総隊長殿の意見などもってのほか、部をわきまえよ。はっ。総隊長殿。誰じゃ。13番隊隊長浮竹十四郎。8番隊隊長京楽春水。入ります。何用じゃ。今回の任務、我々も別動隊として調査に加えていただけないでしょうか。なぜじゃ。いやー、入間って男が持ってる刀がどうも引っかかるもんでね。だからいろいろと調べてみたいなと。私の予想が当たっているとすれば、ソウルソサイティを脅かしかねない事件に発展する可能性があります。よかろう。刀の調査はお主たちに一任する。ありがとうございます、総隊長。では、諸君の健闘を祈る。先の発言、私を気遣ったつもりか。余計な真似はするな。申し訳ありません、白夜兄様。何かあったのか。なんだいなんだい、こんなところで兄弟喧嘩かい。違うのです。私が出過ぎた真似を。兄様は何も。ならいいが、いじめられたら僕んとこにおいで、優しくしてあげるからさ。何を言っている。朽木は俺の大切な部下だ。君の隊にはあげられないよ。はいはい、冗談だって。朽木は俺と一緒に謎の解明に全力を尽くしてくれ。はい。じゃあ室賀谷隊長とでも飲もうかな。ふざけてる場合か。そうだぞ、二人もよろしく頼む。死神は世界を守る礎だ。このままの状況が続いては、ソウルソサイティ、引いては現世の治安にまで影響を及ぼす。わかっている。後手13体の名にかけて入間の行動を断固阻止せよ。だろ。そうだ。我ら死神、後手13体の名にかけて。歳月の波紋の光、刃に乗せて浮世の罪を洗い流す。甘い絶望が苦い記憶を消さる前に、この手その理性、起きてのため秩序守るため、冷徹を身にまとう。我らが掟を守らずして誰が掟を守るというのだ。始まった。
な日差し浴びて、それぞれに酒と戯れても真実を見通す麗しき覚醒、ただじゃつまない、伊達男飲もう仲良く、覚えて僕がいい、選ばれし死神の姿を、御帝十三体我らの眼差しは揺れない、十番大隊長伊達男、いてつく劇場限る眼差し、誰にも止められない、構える刃先先に迷いなし、銀髪の天才児、あいつが来る前に俺がてめえを殺す、振り上げた刃は切り裂くためじゃなく、正義を貫くため、心優しくあるためにあるだろう、その気迫を誰もが好きになる、命を守るための戦いと誇りを守るための戦いと、僕がいい、選ばれし死神の姿を、御帝十三体我らの眼差しは揺れない、明かりが照らす横顔に、明日を見据えるまっすぐな瞳、前に進む者だけに与えられる強き心、貴様が死神になるのだ、焼かれた魂の波紋も光る、刃に寄せて浮世の罪を洗い流す、何より尊い儀式のように、心を騒がずこの手を、選ばれし死神の姿を、御帝十三体戦いの神髄は、はいはい、待ってるよ、勝手な行動はするな、だろ、だから俺はお前の下じゃねえっつーの、弟子それはお前が勝手に、待てよルキ、まだこっちの話が終わってねえんだって、ちょっと待てておいルキ、おい、勝手なのはてめえの方だっつーの、何が、私が帰るまでじっとしてろ、俺は留守番してる子供かっての、赤い月一体何なんだあれは、この攻撃は
敵が勝手に襲ってきたんじゃ仕方ないよな。早めに片付けるべきだと思ったが、やはりお前は面倒な死神のようだな。なんだそりゃ。あいにく俺は人間だ。何？俺は黒崎一護、死神代行としてこのカラクラ町を守る人間だ。どうして人間が死神の力を？いろいろあってな。フォローに襲われた時、死神に力を分けてもらったんだ。なるほど。さあ今度は俺が質問する番だ。お前のその霊圧、死神でもフォローでもねえみてえだが、一体何者？おい、まだ俺の質問に。俺は人間だ。人間？人間がどうしてそんな力を？消えろ。死にたくなければ二度と俺の前に姿を見せるな。何言ってやがる。勝手に襲ってきたのはそっちだろうが。俺が斬るのは死神のみだが、邪魔をする奴は何人たりとも容赦はしない。だったら悪いな。俺も仲間を危険にさらすような奴を黙って見過ごせるたちじゃねえんだ。そうか。結界、いつの間に。無駄な立ち話をするほど俺は暇じゃない。邪魔する奴は容赦しない、そう言ったはずだ。蒼天に座せ、氷輪丸。たく余計な世話かけさせやがって。おい、誰かこいつをどけろ。はっ。えほ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 。どこに行っても邪魔な男のようだな。ああ、だが黒崎がお前を引きつけてくれたおかげで手間が省けた。もう逃げられねえぜ、イルマ。お前は正真正銘の死神か？ああ、俺は御帝十三隊十番隊隊長、室ヶ谷藤四郎。おとなしく同行してもらおうぜ。死神の血、今度こそたっぷり飲ませてやる。ああ、てめえ。体調格の血、とくと味わえ。はあ。これからの天気に。はあ。戦いの最中によそ見されるとは、俺もなめられたもんだ。死ぬ気で来いよ、そのガタついた心、とどめを刺してもいいんだぜ。たけりだつおたけりだ、聞こえるか。稲妻が走り地鳴りがとどろく。挽回体で引っかつるのは、俺の心に積む氷の湯。たぎる想いが銀盤みたいにさえ渡る。冷静と情熱の狭間で、気迫の刃を握るだけ語り継がれる名前なんていらねえ。冷静と情熱の狭間で、氷の刃を握るだけ胸の奥底熱く燃える炎は氷の花。
流星か。たく手間かけさせやがって。何ダミーだと。どうやら奴に一杯食わされちゃったみたいだね。何？氷輪丸に絡み取られる瞬間に絶妙のタイミングでダミーにすり替えたってとこかな。ダミーにすり替えた。奴が使う刀が僕たちの想像通りならまあできないことはないだろうね。何か分かったのか。ああ、いろいろ調べていたんだが、これまでの報告と今の戦法を照らし合わせて確信が持てたよ。奴の持っている力が一体何なのか。敵じゃねえって。そこをどけ。もう本当だって、俺の敵は死神、つまりあんたの味方ってわけだ。だだ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 。タイムタイムタイム。ここから失せろ。ちょっと待って、あんたに話があるんだ。俺あんたの強さですっかり惚れちまったんだよ。だから頼む、俺を仲間にしてくれ。見てたぜ、あんたと死神どもの戦い。強くってかっこよくって見てる俺もスカッとしたわって。俺も死神どもに一泡吹かしてんね。俺が声をかければ結構な数のフォローも集められるし、俺と組んでなんかどでかいことしでかそうぜ。ダメ？あっそう、やっぱダメか。どれくらいだ？え？どれくらいのフォローを集められる？ざっとすっ、あ、いや、2000、いや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 、3000だ、3000。いや、もうちょっと頑張ったら5000ぐらいは。1万だ。1万、いやー、さすがに1万はって。できないなら、お前に用はない。あ、わかった。揃える、揃えるから。揃えたら、俺を仲間にしてくれよ。てぃうー、大丈夫だ、俺はまだ。はるか、ああ。
必ず。イルマの持つ刀が残白刀だというのか。おそらく。待てよ、残白刀って死神しか使えねえんじゃねえのか。どういうことなんだそれは。やつはソウルサーキーの歴史から抹消された、失われし残白刀なんだ。歴史から抹消された。マジ、いちいち話の腰折るんじゃねえ。バカ言え、誰のせいでこんな。で、あの刀の素性は。やつの名は抜刀。残白刀にホローの力を掛け合わせる実験で生まれた。言うなればホロー化した残白刀だ。ホローの力だと。死神の戦闘力を高めるのに昔はかなり危なっかしい実験も行われてたみたいでね。抜刀はそんな実験の中から生まれた、ある意味極めつけの猛獣さ。ホロー化した抜刀は他のホローの霊圧を捉え自在に操ることができる。やつはその力を使ってホロを先導し、ソウルサイティで暴れ回ったんだ。抜刀の力はそれだけではない。自分がホローと残白刀を融合して作られただけあって、何かと何かを融合することができる。室賀や隊長が捕まされたダミーもホローにイルマのコンパクのかけらを融合させ、そっくりの姿に作り変えたもんだろうね。なるほどな。人間のイルマが残白刀を使えるのも抜刀の力が関係してるんだろう。人間と残白刀の融合だが、抜刀が残白刀だとすると、それを生み出した死神がいるはずだ。そいつはどうした。処刑されたよ。金を破ってホローの力に手を染めた罪でね。爆道寺という名の死神だったが、抜刀の力を認めなかった死神たちを心の底から恨んでいてね。聞け、愚かな死神たちよ、私の生んだ力がどれだけ偉大か、そしてどれだけ恐ろしいか。いつかそれを思い知る日が来る。たとえこの体が消えようとも、私の怨念がいつかお前たちを滅ぼす。実際主を失った抜刀は、奴の怨念が宿ってるかのように死神を襲い続けた。だから昔の死神は奴を危険な存在として封印し、現世に隠したのさ。誰かこいつを黙らせろ。しかし封印されていたならどうして今頃。イルマの刀が抜刀かもしれないと思った俺たちは、その歴史を調べ封印場所に向かってみた。だがなんだ。そこには内側から侵食された封印の残骸があるだけだった。封印が侵食された。奴は何千年という気の遠くなるような年月を使って自分と封印を融合したんだろう。そして内側から穴を開け外へ出た。それで抜刀は人間の手に。しかし人間のイルマがなぜ死神を狙うのでしょうか。爆道寺の怨念が抜刀に宿っているなら、目的は死神の殲滅。そのためにイルマは利用され操られてるのかもしれん。それはねえ気がするけど。何？あ、いや、なんていうか、切り合った時相手の刀から感じるもんってこう、なんかあるじゃねえか。その、相手を見下してるとか、恨みつらみとか、背負ってる悲しみとか。まあ、それは人によっていろいろ違うんだけどよ。イルマの刀から何かを感じたというんだね。そいつは一体何だい。あいつの刀から感じたのは覚悟かな。覚悟。てめえ、まあはっきりは分かんねえけど、またあいつと立ち会えば何か分かるかもしんねえ。お前はこれ以上奴に関わるな。敵が人間では戦いづらいだろう。別に言うなこと。実際相手が人間だと知って油断し奴の手に落ちかけた。あれはそんなんじゃ。死ねえのかよ。
とにかく、とにかくここは我々に任せろ。けど情けは戦いの邪魔になる。心配しなくてもいい。我らの目的はあくまで抜刀だ。入間を斬ることが第一ではない。入間が持つ刀が危険な残白刀だと分かった以上、僕らとしてはどんなことがあっても回収しないとね。報告します。なんだ。現世に炎の大軍出現、その数およそ1万。何これまた随分出現地点は同時多発的に出現し、広域すぎて地区が特定できません。とにかく稼働中の死神は担当地区、ソウルソサイティへの応援要請も忘れるな。はっ。俺たちも行こう。お前は残れ、残れ。死神ども、もっと来い。やはりお前の仕業か。おびき出されたバカな死神がまた来たぞ。前へ。袖の白雪。意外に力があるようだな。だが、そんな奴こそ大歓迎だ。飲み干せ。おれ。一号、なぜ来た。邪魔する奴は容赦しないと言ったはずだ。俺も言ったはずだ。仲間を危険にさらすような奴は見過ごせねえってな。本当に邪魔な男だ。何？なんだ今の炎は。とにかく撃て。一号。何のつもりだ。ここは入間、逃がさねえぜ。おれ、待て。おれどうした。さっきと感じが違うじゃねえか。結界。何。本来は外の攻撃を跳ね返す結界だが、裏にして内側の攻撃を跳ね返すよう細工した。さすがのお前でも自らの攻撃が跳ね返る結界の中からは簡単に出られまい。やるじゃねえか。イルマを逃がさぬことが最優先だ。不服だが、お前にイルマを託す。私の霊圧では結界を長くは持たせられん。早く。分かったぜルキア。
ここで戦うつもりか。てことになりそうだな。結界を解け場所を移す。そうはいかねえ。逃げられちゃ困る。ここから離れろ。おれおれおれうきゃいちごおれいちごキャッ飲み干せこの死神のすべてを。ルキア、おい、しっかりしろ、ルキア、ルキア、おい、しっかりしろ、ルキア。守りたいものを守れなかったようだな。己の無力を呪え、己の罪を守るべきものを守れなかった、その苦しみ絶望、落ちてく心一つにして、我らの力を振るうとき、黒き闇には光る刃を守り抜くは使命、心一つにして、我らの力を振るうとき、眠らない空、澄み深き風、守り抜くは友愛、心一つにして、我らの力を振るうとき、立ち尽くす影、忍び寄る罠、守り抜くぜ、すべて俺には守る力が足りねえ、強くなりてえ、このまま終わりにはさせねえぜ、当たり前だろう、力ずくでも守りてえもんがあるんだ、揺れる赤い月よ、何を我らに示しているのか、何かが変わり始めている、守らねばならぬ死神の誇りにかけて、私に構わずやつけど、行け、行くのだ、行く、ルキア、おいルキア、守りたいものはあるか、守るべきものは何か、なぜに刃を振り下ろす
ごめん、怖がらせて。分かってる。まだこれからだ。来たぜ来たぜ、死神どもが現世に続々とやってきやがった。どれくらいだ。かなりの大部隊だ。俺たちの攻撃にかなりビビったみたいだな。すっげえ大規模な警戒線張ってやがる。さささささささ、次はどうする。他の連中もみんな待ってる。みんなあんたと大暴れしたくてうずうずしてるぜ。さあ命令してちょうだい。何でもするぜ。さあうわっ、何すんだよ。何でもしてくれるんだろう。やだ、やめてくれ。ルキアが切られた場所はここか。邪魔をした。待てよ。なんだ。俺に用があるんじゃ。ケイに用はない。私は赤い月の調査に来ただけだ。俺を責めねえのか。ルキアが死んだのは俺のせいだ。俺の俺のせいで。ルキアを攻めたところでルキアが戻るわけでもあるまい。だからって、だからってなんでてめえはそう冷静でいられるんだよ。ルキアが妹が死んで悲しくねえのかよ。ケイこそなぜここにいる。K のせいでルキアが死んだと思うなら、なぜここでじっとしている。俺にはもう戦う資格はねえ。ルキアはイルマとの戦いを俺に託してくれた。俺を信じて。なのに、なのにそのルキア、俺はルキアが切られるのをただ見てるしかできなかった。俺は俺はルキアを守れなかったんだ。ケイには聞こえぬようだな。え？ならば仕方あるまい。
待ってくれ。今のはどういう意味だ。ルキアは誇り高き死神だ。涙より悲しみより強く望まれているのは誇りの刃に捧げた志を静かに称えること。死神ならば命と引き換えに職務を全うする、それが喜び。戦いは常に迷いを断ち切り己を試す場所。走り続けろ、後ろを見るな。目の前に起こるすべてが明日の礎になる。刑の中にまだルキアがあるならば、その声に耳を傾けるがいい。俺の中の ルキア。ルキア。満開の桜の下で凛と咲くスミレの花は誇らしく太陽を仰ぎ、風の心地よさを知る。季節が変われば流れる雲の形も変わるから、さあ手を振ろう、さあ手を振ろう。今ここに心を置いて行けるのは、あの頃の眩しすぎる仲間との日々。私たちにしかわからない言葉で約束を交わそう。言霊が風に乗り心に寄り添うだろう。遠く離れてもほどけない言葉で約束を。So that
げて空を見上げてみろ。止まない雨はない、お前なら大丈夫、お前なら大丈夫、きっと笑える日が来る。お前の声、ちゃんと聞こえたぜ。なんだこの凄まじい冷圧は。なんだ、なんか言ってんのか。うわ、何すんだ。うわ、全部隊に通達、異常冷圧を確認、総員緊急警戒態勢を取れ。繰り返す、総員緊急警戒態勢を取れ。状況は、室外隊長、赤い月が異常な冷圧を発し。そんなことは分かっている。朽木から連絡は。いえ、6番隊はすでに赤い月に向かっているはずですが。一体何が起こってるんだ。6番隊からの連絡です。なんだ。赤い月が液状化し、現世とウェコムンドの境目を侵食しているとのことです。奴が空間を突き破っているというのか。それだけではありません。液状化した赤い月はウェコムンド内をさらに進行中。進路を塗り固めながら、まるでトンネルを作るようにソウルソサエティに向かって伸び続けているとの報告です。ソウルソサエティと現世が直接交われば、全ての世界が崩壊します。10番隊は俺に続け、総力を上げて奴の進行を阻止する。はっ。やはりてめえの仕業か。あれは一体なんだ。あれは死神の血だ。死神の血。そう、死神の血が世界を滅ぼす。抜刀の力。なるほどな。現世の壁を破る物質を作るために死神を切り、その血を集めていたのか。現世とソウルソサイティを融合させようとは、また大それたことしやがる。だがそんなことをしたらどうなるか分かってんだろうな。ネノス、あんなデカブツまで呼び出しやがって。セロ、仲間ごと俺を吹っ飛ばすつもりか。吹きたけ。すまない、遅くなって。強楽。はい、お前さんは動かないでね。他の隊長たちも皆現世に到着して赤い月の進行を食い止めてる。ここは任せて、お前さんも合流してくれ。メノスの相手なら俺に任せろ。分かった。戦士交代というわけか。これ以上メノスを呼んでも意味はないぞ。この僧侶の断りは攻撃を吸収して返すことができる。さっきの見ただろう、
お前さんは観念して赤い月を止める方法でも教えてくれるとこっちは助かるんだけどね。何？急げ！武将駒！やるな。参ったね、どうも。やっぱり楽はさせてもらえないか。夜の水面に影楼が揺れている。こだまするのは泣き方を忘れた奴らの吠える声。指の間をすり抜ける生ぬるい風に戦いの合図を呼ぶ。負ける気がしない。風に踊る国威は誰もが願う夢を知っているから。一秒の風に乗り弾き切れよ修羅。風に踊る国威は誰もが願う夢を知っているから。これ以上抵抗するとお前さんを切らなくちゃいけなくなるが、それでも構わないかい？仕方あるまい！うん！急げ！ああ！何？この世でやりたいことまだまだあるのに！ダミーか。今回は二人がかりで入れ替わる隙を与えなかったはずなんだがね。だとしたら初めからダミーだったってことになるね。イルマという男、相当頭が回るようだな。だとすると問題は本物さんがどこで何をしてるかだ。ここがソウルソサエティ。失われた魂が囚われている場所。なるほど、やはり人間が来るには適さんところらしい。心配するな。お前がくれた死神の血で俺の体は死神化してる。しばらくは持つ。ずいぶん近づいてきてる。あとはソウルソサエティ側から衝撃を与えて貫通させれば。おら！思い通りにはさせねえぜ、イルマ！前に会ったか？めっ！てめえにやられた傷のせいで後方待機になってイラついてたんだが、こっちの方が当たりだったみてえだな。主力を現世におびき出し、
その隙にソウルソサイティに侵入するだ。随分姑息な真似してくれるじゃねえか。うわっ、ルキアの仇取らせてもらうぜ。負けるのが好きらしいな。てめえこそまた勝てるなんて思ってんじゃねえだろうな。マイアガンじゃねえ、今の俺はやべえぞ、後にしてねえ、血だらけで這い上がってきた。何度でもそれが俺の力。根元割れて言えよ、てめえごとき相手に時間はやれねえ。気の短い俺を怒らせちまった。代償はたまらなくでかいぜ。挽回危機を旅丸。食らいつけその際で稲光が似合うぜ。トグロ負け吠えまくれ、キングオブワイスネイ、一撃で決めてやれ。退屈は嫌いだろ、天空へ突き上げろ、キングオブワイルスネイ。最後に勝つのはこの俺だ。うっ、この前の傷がまだ癒えてないようだな。畜生、今度こそ全て吸い尽くしてやる。うわぁ、うわぁ、七号大丈夫か、レンジ。色気取りでカッコつけてんじゃねえよ。バカ野郎、めえこそ無理してんじゃねえよ。なぜここが分かった。どういうわけか知らねえが、妙なフォローがここまで案内してくれたんだ。最後まで邪魔な男だ。まったくだぜ。うわぁ、レンジ。あくまで死神の味方をするつもりか。死神とか人間とか関係ねえ。俺には守りてえもんがある。それをお前が傷つけるなら俺は戦う。ただそれだけだ。心の闇が投げ込まれてるという黒い沼の夢を見た。裂けた胸の傷口に強く拳を押し当てる。指先、俺は何のためにここにいる。涙でにじる空の青さに消えた命の思いを今願う心強まる絆、あいつを明日へ連れてくぜ。仲間と共にいれると、当たり前の日常を誰もが過ごしているけど、突然の別れ、俺は何のため
の俺がここにいる。守りたいものを持つ人間同士、どちらの思いが強いか決めようじゃないか。相手を完膚なきまでに叩きのめしてな。何がそこまでお前を。俺は守りたいものを救い出す。はるかを救い出すまで最後まで戦い抜く。はるか。はるかは俺のかけがえのない存在だ。孤児だった俺には霊感とも言うべき妙な力があった。そのせいで気味悪がられていた俺を唯一受け入れてくれたのが同じ孤児院で育ったはるかだった。俺を孤独から救い出してくれたはるか、そんな彼女を何があっても守り続けたい。俺はいつしかそう思うようになった。それなのにあの火事が。俺は火に飛び込んだ。肌が焦げようと喉が焼けようと燃える炎の中で必死で遥を探した。俺は真っ黒になった遥の亡骸を抱いて泣いた。そして呪った。遥を救い出せなかった自分の力のなさを。死者の声が聞こえるはずのこの耳にも遥の声は聞こえず、俺は自暴自棄になった。その時だ、こいつが俺の目の前に現れた。こいつが何なのか俺にはよく分からなかった。だがこいつから溢れる不思議な力に吸い込まれるように俺はこいつに手を伸ばした。その瞬間こいつの記憶が俺の中に流れ込んできた。そして知った。現世で失われた魂はソウルソサエティと呼ばれる死神の世界に囚われ、遥の魂もそこにあるということ。そして悟った。死者の声が聞こえる俺の力はこの日のためにあったのだと。そこへ死神が現れた。人間。よせ、それは人間が手にするべき力ではない。人が力を手にしてはいけないと誰が決めた。俺は思った。はるかを救い出すためにどんな力でも手に入れてみせると。本当にそいつを信じたのかイルマ。そいつは死神に復讐したい怨念の塊だ。お前の気持ちにつけ込んでただ利用する。それならそれでいい。こいつが良き力か悪しき力かそんなことはどうでもいい。現世で失われた魂がソウルソサエティにあるのが事実なら、この力で俺が遥を救い出す。たとえ死神全てを敵に回すことになっても。そいつがお前の覚悟ってやつか。今度こそ俺は遥を救い出す。現世とソウルソサイティをつないで遥の魂を連れ戻してみせる。目を覚ませイルマ。そんなことしたら遥って人を救う以前に世界そのもの。邪魔する奴は容赦しない。そう言ったはずだ。何お前も邪魔をするな。お前はイルマ。ハルカ、ハルカ。この人が。ハルカ、どうして。やっと私の声に答えてくれた。どういうことなんだこれは。私ずっと呼んでいたのよイルマのこと。イルマにならきっと聞こえると思う。ハルカ、ハルカ。けど
しみに支配されたあなたの心に私の声は届かなかったけど諦めなかった。あなたを悲しみから救いたくて現世にとどまって必死に呼び続け、はるか、はるか、強い未練がこの人をフォローに変えたのか。フォローになるとね、心を失って人を襲うんだって。だから必死に自分と戦った。あなたへの大事な思いをなくさないように。なのに、なのに俺は、けど心をなくさない代わりに声をなくしちゃって、ごめんね。最後まであなたの力になれなくて。イルマ、お願い、もうこんなことはやめて。こんなことをしても何にもならないわ。あなたにとっても、そして私にも。アルカ、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 俺は何のためにこの力を手に入れたんだ。これで俺とハルカは一心同体。ハルカは俺と共に生き続ける。なんてこと。彼女はお前にそんなことをさせるために現れたんじゃねえぞ。黙れ。なんて力だ。お前もフォローの力を持ってるんだろ。使ってもいいんだぞ。俺はフォロー化はしねえ。俺は人間としてお前を、意地を張るなら好きにしろ。だが、それがお前の命取りだ。ヤクヤ、バット渡してもらうぞ。挽回、千本桜、影よし。うわうわ、あれは抜刀の力が消え、奪われた死神の血が解き放たれたのだ。終わったのか、これで。どうなってんだ。抜刀を失い、体が崩壊しかけている。力に見入られし者の哀れな末路。黒崎さん、
黒崎さん、この声は。お願い、イルマを。何のつもりだ。一か八かやってみる。お願い、イルマ。そこだ。うまくいったみてえだな。大丈夫か。俺を助けたのか。ああ、ハルカは、ハルカはどうした。俺が浄化した。お前を蝕むホローの力と一緒にな。どうしてそんなこと。ハルカは、ハルカは俺と一緒に。これでいいのよ、イルマ。ハルカ、ハルカなのか。黒崎さんを責めないで。私がそう願ったの。あなたの中の悪しき力を私ごと消してもらえるように。はるか、はるか、ありがとう黒崎さん。え、あなたならきっとイルマを救ってくれると信じていました。そんな、別に俺にはただあんたの声が聞こえただけで。いいえ、それはあなたが優しさという強さを持っているからです。そしてその強さがイルマを、そして私を救ってくれたんです。お前は本当にそれで救われたのか。バカ言うな。自分を犠牲にして何が救いだ。それじゃただまた俺がお前を救えなかっただけじゃねえか。違うわ、イルマ。私はいつも救われていたわ、あなたの声に。この世に生まれた苦しみを鳥かごの中に入れ、静かにしまった私に差し伸べられたのは温かいあなたの手のひら。絶望の日々から救ってくれたの、その声が生きる希望だった。私が死んだ後もいつも語りかけてくれた。嬉しかったの本当よ、悲しみよりも深くあなたを知れた。そんな気がしたわ。今伝えたい私の
自分に言い聞かせて孤独に震える俺の目をじっと見つめながらあなたの目に映る全てを私にも見せてと救ってくれたその声が生きる希望だったお前が死んだことを受け入れられるはずもなくどんなことをしてでも取り戻したい悪魔にだってこの身を捧げたと思う今だから知る俺の過ちお前の涙を今拭いたい今だから知る俺の過ち流れるはずのない血俺の罪落ちる花びらのように過去と未来をつなぐ道しるめになる今旅に出るあなたの声をいつまでもいつまでも抱きしめて魂に光を灯しお前の声を抱いて生きてゆく今伝えたい俺の声をお前に言えなかった一言今伝えたい俺の心からのありがとう今伝えたい俺の声をお前に言えなかった一言全部終わったぜルキアお前のおかげで俺はまた強くなれただから今度こそまあ今更かもしんねえけどちゃんと伝えてえと思うありがとなルキア礼を言われるほどのことはないああお前の声ちゃんと聞こえてるぜ、なーにをロマンティストを気取っておるまったく気色の悪いこれ心の中じゃねえよなはあ、まさか幽霊なわけねえかお前死神だもんなっていうかどうしてお前が私の残白刀を持って行ったと聞いてわざわざ取りに来てやったのだじゃなくてなんで生き返ったのかって聞いてんだよ駆逐隊長の調査が功を奏したんだどういうことだ抜刀に斬られた者は皆血は全て失ったが
体そのものは残っていた。そこに注目した朽木隊長は蘇生の可能性を探っていたんだ。朽木隊長が抜刀の怨念を解いてくれたおかげで、奪われた血は霊視となって元の体へと戻り、皆無事に息を吹き返したと、まあそういうわけさ。なんつう荒技だ。死神は強い。そう簡単にはくたばらん。私を救ってくださり本当にありがとうございました。改めてお礼を言わせていただきます。ああもう、あんなに悲しんだ俺がバカみてえじゃねえかよ。イチゴ、お前にも改めて礼を言わせてもらう。ありがとう。え、死んで悲しんでくれる仲間がおるということは、心を安心して置いて行ける場所があるということだからな。バカ言ってんじゃねえよ。あんなのはもうごめんだからな。遺言聞くために仲間やってんじゃねえぞ。そうだな。二度とあんな思いをしねえために、俺ももっと強くなる。それが死神の力をもらったこの俺の務めだからな。これからもよろしく頼むぞ、イチゴ。ああ、俺はこの力で大事な仲間を守り抜く。俺は死神代行、黒崎イチゴだ。光と影が明日を描く点と線が交わり砕けて熱く深く We never stop 誰かを守るため進むべき道を照らすのはこの刃、強さと覚悟で渾身の一振り。長い道のりを決して回り道じゃない、確かなお前の歩みだとその胸で知るだろう。We never stop
本日はありがとうございました。ありがとうございました。この想い自分を貫く強さで未来を引き寄せろ。Daydream ahead 風を切れ空を前繋がっていく絆。守るべきもののために、俺の番だ。毎朝んじゃねえ、今の俺はやべえぞ。後に引けねえ、血だらけで這い上がってきた。何度でもそれが俺の力。食らいつけその気まで、稲光が似合うぜ。ドグロ負け吠えまくれ、キングオブワイルスネイ。はい、一個目。今日はカメラが入ってます。はい、2個目。さあ、全てのカメラさん寄っちゃってください。てめえばっか独占してんじゃねえ。あ、すいません。俺にも独占させろ。燃え狂う体で引っかつるのは、俺の心に住む恋の夢。冷静と情熱の狭間で氷の刃を握る。だけ胸の奥底熱く燃える炎は氷の花。誰もが願う夢を知っているから。大丈夫か、沖竹。ああ、今日はいっぱい舞いすぎたみたいだ。お前、本当は体弱いのに踊りすぎなんだよ。戦いは常に迷いを断ち切り、己を試す場所。走り続けろ、後ろを見るな。目の前に起こる全てが明日の礎になる。
私にしかわからない言葉で約束を交わそう。言霊が風に乗り心に寄り添うだろう。ほら顔を上げて空を見上げてみろ。やまない雨はない。お前なら大丈夫、お前なら大丈夫、きっと笑える日が来る。本当に良い歌だな。たまに見せる兄様の笑顔こそ本当に素敵です。いくつもの光と影が明日を描く点と線が交わり砕けて熱く深く We never stop 誰かを守るために一つ二つ超え力を呼び覚ましてゆけ。信じる思いが響き合い景色が一つになる。本日は新生ロックミュージカルブリーチにご来場いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや緊張しました。まあお気づきの方はいると思うんですけどね、本当に終わってほっとしてます。明日からで今日は終わったのであと18回です。だんだん減ってきて寂しい気持ちもあるんですけど、毎日僕たちここで挽回してますので、よろしければまた見に来てください。よろしくお願いします。それでは他のキャストにも感想を聞いてみたいと思います。今日は京楽隊長石崎さんお願いします。今一瞬お忘れになりました。
ありがとうございます。ありがとうございます。本日はご来場誠にありがとうございます。今日の一言はですね、いくつもの感謝です。まずこの作品に出会えたこと、そしてこの作品に集まってくれた、キャスト、そしてスタッフ、そして僕らの未来を買ってくださった、皆様、本当に心から感謝しております。ありがとうございます。その中でもですね、今日、改めて思いました。ここに並んでいる、上手下手に並んでいる7人の隊員たちなんですが、袖から見ててもモニターを見ててもいつでも舞台上にいます。本当に、僕らの3倍5倍、10倍動いてやっております。本当に彼らを見てて今日本当に心から感謝しなくちゃいけないなと本当に舞台上で思いました。この場を借りて本当みんなどうもありがとう。そして、こんなに素敵なキャストとスタッフ、お客様と出会えた本当にこの作品に本当に心から感謝して、本日終わりたいと思います。本日はご来場誠にありがとうございました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。